白馬岳は南北に連なる後立山連峰の北部にあって、長野、富山両県、新潟を加えた3県にまたがっている。白馬岳の山名は、三国境の南東面に黒く現れる馬の雪形から由来したと言われる。晴れてたらすげえ見たらここ。すげえなっただろうな。今日は津ヶ池まで降りないとならないからね。15時の毎日アルペン。ゴミ乗ります。気持ちいい。白馬の稜線気持ちいいね。滑ってからね。ライチョウさん、ライチョウさん、おいしいかい？ライチョウさん、おいしいかい？あなたに会えて幸せです。あなたに会えて幸せです。サンキュー。三国境の向きに来ましたね。これで白馬大池の方へ向かいましょう。この山からの眺望は素晴らしく、北アルプスのほぼ全域はもとより、南、中央アルプス、八ヶ岳や上信越の山々、そして日本海まで見渡すことができます。おはようございます。どうも。よしよし。どうも。2766。なんとなんと青空が広がってきました。
名越の頭に登ります。名越の頭、きつい。よし。今日はライチョウがね、すごく出てる、ね。これで天気が良くなってくると隠れちゃうのかな。はい。気持ちいいよ。最高。台風15号は通り過ぎたのか。地元静岡に上陸したと言ってたけど、ちょっと心配だね。よし、さあ名越の頭、よし。ああ空気が美味しい。ふう。あとは乗りくらいに登るだけかな、ね、だらだら下って、どんな山なのか楽しみです。よいしょ。白馬大池、1時半だから頂上宿舎から2時間半か。今日さ、歩くぐらいにね、下ろうと思ったんだよね。こっち来て正解。よかった。
ちいい、最高に気持ちいい。っていうのは分かりづらかったな。道が曲がりづらかった。山荘の隣の道から来るんだね、これ。山荘脇から。山荘の脇から入ってロープウェイ方面だ。大池ぐるりと回る感じか。長野県北安住郡小谷村、標高2379メートルの位置にある鉱山湖が白馬大池。白馬大池火山の噴出物によりせき止められてできた鉱山湖で黒山椒魚が生息。白馬連峰では風吹き大池に次いで大きな湖で、日本アルプスでも最大級の湖です。気持ちいいよね。最高。あれがこれんねんか。青々と水をたたえる白馬大池。乗鞍岳と白馬岳の間にできた周囲2キロメートルの景観は、自然が作った箱庭のようです。
勾配もきつく、岩場を登るのには体力が必要です。きつい登りですね。きついでしょこれ、登り。はい。白馬自然公園。これはいい。すげえな、あそこテント担いで登る人がいるんだから。すごいわ。津軽池自然公園。自然園。傘のアイテムが皆さんから高評価でしたね。これなかなかいいですね。ちょっとここが肩が痛くなるのはちょっと大丈夫です。すごく便利です。傘を差して手ぶらで歩けるか。どうしてもカッパ着るとね、濡れちゃうからね。これいいですよ、涼しくて。そんなどうしてもね、ロープウェイ乗り場だと思うんだけど大変だな。あと30分ぐらいかな。どうなんだろう。大変ですね、このルートは。大池のテント場に張る人結構多いんだな。人気ですね。白馬いいわこれ。最高でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい景色ですね。はあはあ、天狗原の広々とした湿原、森林帯の岩登り。白馬には高山湖の白馬大池や津軽池自然園などの湿原、池塘群、こうした魅力が散りばめられてました。乗りはもう少しでね。